It's time to say goodbye to hold music and say hello to fast customer support with Service Cloud. With trusted AI and data working together, you can skip long wait times and deliver efficient, personalized service right away. All while keeping support costs low and more customers happy. Reimagine your customer support with the number one AI CRM for service. Learn what's possible at Salesforce.com/products/service. 毎週水曜日のこの時間は山根さゆきのブラッシュアップ山根さん今日はどんな話題でしょうかはい今日はですねあの昨日日本経済新聞が報じた、ええ、気候変動の財務影響有価証券報告書で言及戦車にっていうニュースがあったんですよ、ええ、なので今日はこれをちょっとご紹介したいなっていうふうに思います、はい、まあなんとややこしいタイトルですよね気候変動の財務上財務影響有価証 これ、つまり何かっていうと、えっ、ー、と、気候変動が起きる、この先進展していくときに、うん、企業の、まあ、売上だったりとか、履歴とかにどんな影響が出るのかを、まあ、有価証券報告書なので、まあ、決算の書,の書面で書いた会社が千社ありましたっていう、うん、そういうニュースなんですよね。うん、これ、あの、デロイトトーマツという、えー、コンサル会社がですね、あごめんなさい、コンサルじゃないですね、会計事務所ですね、うん、が、えー 違った。デロイトトーマツはコンサルティング会社。コンサルティング会社が、上場企業の有価証券報告書とか、アニュアルレポートって、まあ、毎年毎年出してるいろんなレポートで類なんですけれども、ええ、そういうものの記載内容を調査し,した結果で、ええ、で前年の516社から今年は1096社に増えましたよ<ー>ということなんですよね。およそ倍増。はい。ちょうど、およそ倍増。うん、まあ、6月ぐらいに決算、まあ、通期の決算を占めて、はい、ちょうど、あの、こういう、 えー、去年2022年度についてまとめたものが出揃ってるので、それで調査をしましたっていうタイミングなんですよ。うんうん、で、こういうその気候変動でどんな風に売上とか利益に影響が出るかとかですね、えー、気候変動に対してどんな対策をしているかとか、どんな目標を立ててるかみたいな、そういうその企業が気候変動についてやってることみたいな情報のことですね。まあこれ非財務情報って言います。はい、あの企業の えー、この会社いい会社かな成長してるかな 株買おうかな、みたいな時っていうのは、どれぐらい売上が上がってるか、売上げが増えているか、稼ぎが増えているかですね。それから利益が増えてるのか減ってるのか、どれだけコストがかかってるのか、みたいなところを見るわけですよ。こういうのは財務情報って言うんですけれども、さっき言った気候変動の影響はどうなのみたいなところっていうのは非財務情報って言います。お金の、お金うんだけじゃない企業のいろんな情報を公開する。これを投資家のために公開する動きっていうのは非常に大きくなってるんですよね。 はい。じゃあ、な、これ一体何なのかっていうと、こういう流れをですね、まあ、ESG って言うんですよ。うん、ESG って聞いたことあります、うん、そうですね。気候、社会、はい、そしてガバナンスっていう。こちらですよね。はい、大正解です。はい、そうですね。えっ、ー、と、最初がエンバイロメントの環境ですね。うん、ソーシャルの社会、それからガバナンス、まあ、企業統治っていう意味ですね。うん、で、あの、 ESG っていうのはこう新しい投資の流れを示す言葉で、ちょっと SDGs とアルファベット3文字似てるんですけど、えーうん、SDGs の方は、みんなが目指すべき普遍的なまあ良い地球とか良い社会の目標みたいなもんですよね。ESG っていうのは投資の考え、とあのこういうことに取り組んでいる会社が良い,い会社っていう考え方なんですよ。うん 例えば、このエンバーラメントの環境で言ったら、はい、これから気候変動で水害とか干ばつとかどんどん増えていくと思うんですよね。うん、で、もしじゃ水害でサプライチェーンが寸断してビジネスが止まっちゃったらどうするって。うん、これは気候変動の影響によってビジネスが止まる可能性のある会社なんじゃないかっていうことになるわけですよ。ええ、例えば、建物とかが、 台風で壊れたら、まあ、保険金がめちゃめちゃ発生しちゃうかもしれないし、うん、どん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 その自然破壊が進んで、原材料が調達できなくなるかもしれません。うん、木材が取れなくなっちゃうとか、鉱物がもう資源枯渇して取れなくなっちゃうとか、うん、そういうその環境への変化によって、 今成長している会社でも、この先はもう成長できない可能性がある。だからこういう環境の側面について見ていかないと、本当にこの会社が投資しても大丈夫な会社かどうかはチェックできないよねっていうことなんですよ。同じようにソーシャルの社会は、例えば地域社会と良好な関係があれば、新しい工場を作りますって言っても、地元の人たちがいいよいいよって言ってくれるけど、もしめちゃめちゃ関係性が悪かったら、 新しい工場を作りますって言ったら、ふざけんなこの街から出ていけって反対運動ができて、起きてしまうかもしれない。そしたら、事業の拡大できないですよね。ね同じように、この企業統治っていうのは、目先はすごく利益上がってるようなんだけど、うん、実はめちゃくちゃ不正やってました。まあ、最近だったらビッグモーターなんてそうですよね。 売上めちゃめちゃ大きいし、いい会社のように見えてたんだけど、実はその背景には不正がありましたって言ったら、うん、不正が明るみに出た段階で投資したお金は返ってこなくなってしまうかもしれないわけですよ。うん、だから、結果的に、いい会社じゃないと、投資するには実はリスクがある、目の前で儲かってるからいいやっていうわけにはいかないよねっていうのが ESG なんですよね。うん、で、これあの、いつからこういう流れが大きくなったかっていうと、実は、 リーマンショックの時からなんですよ。年。結構経つんですね、うん、じゃあ。まあ実は考え方としては15年前ぐらいからですね、えー、あの、大きくなってきました。でこれリーマンショックって、うんまあ、サブプライムローンっていうですね、はい、アメリカの低所得者向けの住宅ローンですね、うん、これが破綻したことがきっかけだったんですけれども、はい、その背景にあったのは、金融機関がこの低所得者向けのローンの,そのお金貸す。 基準をですね、めちゃめちゃ緩和してたんですよ。だから返せなくなっちゃうかもしれない人に、じゃんじゃんお金をたくさん貸し込んだ。ええ、で、そういうやり方ってどうだったのって、よくなかったんじゃないの結局自分たちが、うん、その目先の利益にとらわれて、ええ、その 社会のバランスを崩してしまうようなやり方をしたことがリーマンショックにつながったよねっていう、この投資会社の人たちの反省からですね、この ESG っていうのは大きくなってきたんですよ。なるほど。やっぱりこういうなんか無茶苦茶なやり方じゃなくって、いい会社に投資していくっていうことが社会を良くしていくことなんだよねっていう、 ま、なんですかね。はい。あの、非常にいい流れですね。<laughs> あのー、そういうところからこういうのが出てきました<ー>で。ただですね、いい会社かどうかチェックするのは、はい、その売り上げとか見ててもダメなので、こうやって非財務情報って言われる、さっきの環境とかですね、社会に対してどんなことやってるかっていうことを、どん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 公開してくださいっていうふうに投資家が求めるようになったんですよ。う はい。それでちょっと日経新聞の記事に戻るんですけれども、ええ、この日経新聞が有価証券報告書で戦車が気候変動の財務影響を公表しましたって言った、この気候変動の財務影響って何のことなのかっていうと、うん、これね、TCFD っていう枠組みがありまして、 t c f d TTFD。はい。うん、気候関連財務情報開示タスクフォースって言うんですけど。はい、<laughs> はい。これはですね、どういうものかっていうと、まあ、G20 があった後に、ええ、2016年なんですけれども、えっ、ー、と、金融安定理事会っていうですね、いろんなあの主要国の中央銀行とか国際通貨基金とか銀行が集まっている金融機関のですね、まあ、親玉みたいな集まりの会議があるんですね。ええ、そこで気候変動については、こういうルールにのっ,とって情報を開示してもらう。 そうすれば、投資家は正しくチェックして、みんな同じような枠組みでルールが決まってて公表してれば、うん、この会社はしっかりやってるなとか、うん、この会社はほどほどだなとか、そういう判断がつくからいいよねっていうことで、うん、こういうルールを作ったんですね。<う>で、あの、実は、あの、東京証券取引所は、今、プライム市場ってあるじゃないですか。はい。 市場の区分を変えて、まあ、プライムとかスタンダードとかグロースってできてるんですけど、ええ、まあ、一番成長していくであるべき、いい会社が集まって、ピカピカの会社が集まっていると言われるプライム市場。ええ、このプライム市場の会社には、この TCFD という枠組みにのっ,とって、気候変動がどれぐらいあなたの会社の財務に影響を及ぼすのか公表しなさいねっていう中は義務のようなんですね。うん 形にしてるんですね。うん、はい。なので、これ大変だということで、今企業はせっせせっせと開示を始めてるんですよ。だから去年から倍増してるっていうのもそういう背景があるんですよね。うん はい。今、あの、世界で投資されているお金の約3割ぐらいが、この ESG の考え方にのっとったお金だっていうふうに言われてるんですよ。ええ、つまり、企業が投資してほしい。僕らはもっとお金を使って成長したい。うん、新しいことやっていきたいんだって思ったら、うん、もう ESG に取り組まざるを得ない状況になってるっていうことなんですよ。なるほど、うん。はい。良い会社で、 なければ、お金を出してもらえない時代になった。ええうん、う,んうん。はい。なかなか、アコギなことばっかり考えた人たちにとってみたら厳しいわけですが。<laughs> うん。利益、利益、追求します、みたいなじゃダメですよね <laughs>、はい。もう従業員の給料そんなもん知らんわ。劣悪な雇用環境そんなもん知らんわ。俺の。 <laughs> 売上が大事みたいなことをやってると <laughs>、うん、気が付くと、まあ、銀行がお金貸してくれなくなっちゃうよそういう時代になってきましたっていうことなんですよねなるほど資金を集めるためにも環境や社会への貢献度っていうところもすごく、ね、あとガバナンスも含めて。 はい、判断されるっていうことですね。すねねまともになってきま <laughs> そうなんだけど。でそれはなんかいい機能でもありますよね。そうそう当たり前のことで企業はね、うん、お金がないと、お金のためにやりますから、お金のためになるよと言ったら、うん、環境だって社会にだってちゃんと真面目に取り組むんだよと。うん、やっぱお金って大事だよね。ですねあれなんかちょっと違う方向になりましたね。よ <laughs> <laughs> い会社を引っ張っていくためにも、そういうこういう仕組みが必要ですね、うんうん、そうですね。 ありがとうございました日経エネルギーネクスト編集長の山根紗友きさんでしたプロデューサーはコーザブ三郎ディレクターはボン AD はマイでスわんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけのとがった番組です聞くだけでわんことの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか 山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>